今も25人余りが身を寄せる穴水町の避難所に、今日次亜塩素酸水の加湿器が設置されました。次亜塩素酸水は無色透明で酸化作用があり、除菌効果がある水溶液で、超音波式加湿器に入れて使用することで、トイレの臭いが緩和されるといいます。また、細菌やウイルスに除菌効果を発揮することから、ノロウイルス対策としても活用できるということです。 穴水町は B&G 海洋センターで毎日午前9時から午後5時まで次亜塩素酸水と容器を無料で配布しています。